では一時不等式を解くところの演習問題をやっていきましょう。と1番。X 小なりプラスと。まあ、解き方はもう方程式と一緒で移行するんやってな。だから 2x、x ついてるやつを左辺に、x がついてないやつを右辺に持っていって整理してあげてください。じゃあ 5x-2x 小なり 5+3 になると。じゃあ 3x 小なり8になるから。 両辺3で割ってあげて x 小なり3分の8という答えが出てきます。こんだけと問い2番2分の3 x 1一大なり 2x+3 プラスと同じように x ついてるやつは左辺についてないやつは右辺に持っていって整理してあげると2分の3 x ス2 x 大なり 3+1 になると。 じゃあマイナス2分の 1x 大なり4になるから両辺マイナス2でかけてあげたらいいなと。でただマイナス2っていうマイナスの数でかけるときは注意が必要やったよなどんな注意が必要やったかって言ったらこの符号が逆になるんですよと。だから x 小なりマイナス8になるとこれが答えです。 はいじゃあもう少し難しい問題やりましょう。問い3番。3分のあ全部に分数ついてるわめんどくさいなーって思った時はどうするんのやったっけ方程式の時どうしたかって言ったら両辺に、まあ、最小公倍数分母の最小公倍数かけてあげたらいいですね。だから6を今回かけてあげたら計算が楽になりそうですね。なんでかって言ったら全部整数に戻るもんな。 これ6かけてあげたら8 x プラス3大なりイコール3 x マイナス2になるとまあゆっくり計算してもいいですねまあ計算したらこうなりますとここになったらもう今までと一緒ですね x ついてるやつを左辺についてないやつを右辺にやってまとめるとじゃあ5 x 大なりイコールマイナス5になると じゃあ x== 大なりイコールいくらになるかっていったらマイナス1になりますね。ここで少しね勘違いしてしまう人がいてどんな勘違いかって言ったらマイナスがついてるから何でもかんでもこの符号が逆になるんちゃうかって思う人がいるんやけどそうじゃないからね符号が逆になる時ってどんな時かというと両辺にマイナスの数をかけたり割ったりした時なんですね。 だからマイナスがあったら全て符号が逆になるんじゃなくてかけるマイナスいくらとか割るマイナスいくらって言った時にここの符号が逆になるんやとだから今回は別にマイナスの数かけてないですね両辺5で割ってるだけやから今回の符号はこのまんまだということです。はいじゃあ問4番いきましょう。3, かっこ3、3-2x 4-x 小なりイコール4 x と。 まあこれを解いていくときどうするかというと普通に分配法則をしながらこっちをまず計算してあげたらいいですねじゃあこの括弧を外すと 3×3 で9マイナス 3×2x で 6x と小なりイコール4引く x やからとであとは一緒やね x ついてるやつを左に x ついてないやつを右に持ってきてまとめるとじゃあマイナス 6x プラス x になってマイナス 5x 小なりイコール4、マイナス9になって、マイナス5になると。あじゃあ、これで両辺、マイナス5で割ってあげるから、x、さあ、ここでどうなるかって言ったら、マイナス5で割るんやね。マイナスでかけたり割ったりすると、ここの符号が逆転するって話やったよな。だ大なりイコール1。マイナス5割るマイナス5は1やからな。になりますよと。これが答えです。だ括弧ついてようが先みたいな分数であろうが、 計算しやすい形にまず直してあげてこんな風にね計算しやすい形に直してあげてそして左側に x ついてるやつを持ってくると右側に x ついてないやつを持ってきてまとめて最後に計算してあげて答えを出してあげたらいいですよと不等式の時の一番の注意点は何回も言うけどマイナスの数でかけたり割ったりした時はこういう風に符号が逆転するんやとそこだけしっかりと押さえておいてください。